太田さん、はい、今日は各新聞が一面トップで安倍内閣の改造人事のことを取り上げている中で、東京新聞が一面のトップのところに福田元総理大臣のインタビューを載せているんですね。で、共同通信のインタビューなんですけども、学校法人加計学園の獣医学部の新設計画とか、森友学園への国有地払い下げなどを踏まえて、安倍政権の下での政と官、つまり政治家と官僚、お役人さんの関係を批判してるんですね。それぞれの省庁の中堅以上の幹部がみんな官邸の顔色を見て仕事をしていると、恥ずかしく国家の破滅に近づいているというふうに、まあ、相当強い表現で言ってるんですね。で、2014年に内閣人事局というセクションができたんですけども、政治家が人事をやってはいけない安倍内閣最大の失敗だとの認識を示しております。この内閣人事局が、官僚の役人人事を一手に、握って、差配できるようになったということなんですね。で、中央省庁の公務員の姿勢について、官邸の言うことを聞こうと忖度以上のことをしようとしてすり寄る人もいる、能力のない人が偉くなっていてむちゃくちゃだと指摘しています。自民党が潰れるときは役所も一緒に潰れる自殺行為だとも述べました。まあ、自民党潰れる、役所が潰れるということは国家の破滅という論理なんだと思うんですけども、相当強い表現で、福田元総理は言っているということなんですね。これ三権分立の司法行政立法、そうですね、これはちゃんと独立してなくちゃいけないっていうことなんだけど、この官邸がやっぱし2014年に内閣人事局、ね、ここが政治家が人事をやるようになったって、この官僚役人の人事を握るようになったと、一手に、まあ、一手に、まあ、トップあたり全部含めて500人か600人ぐらいの人事を官邸が握ったと、ね、はい、これがもう安倍内閣最大の失敗だと。そうですね、忖度以上、まあ、国家公務員は、まあ、公務員はみんな国民のために、それから市民のために仕事をしなきゃいけないということなんですけれども、人事握られちゃうと出世を握られちゃうってことなんで、全部政権より権力のある方に向いて、他のこと関係ないよってなっちゃうと、忖度以上のことが生まれていて、それはゆくゆくは国家の破滅につながっちゃうよと、福田総理は、元総理は警告を発しているということですね。元総理大臣だからね。2014年に発足。安倍政権が出てきた、はい、ですね。能力のない人が偉くなっており、むちゃくちゃだっていうふうな指摘をしてますね。まあでも考えてみれば、この盛りかけ問題、ね、やっぱし、2014年以降の話でね、そうですね、内閣が人事を握って以降に出てきてるっていうことはね、やっぱちょっとこの国家の破滅に近づいているっていう警告を発している福田元総理のこのインタビューもかなり気になるところだよね。そうですね、よく安倍政権を支持する方々は、その安倍さんが直接おそらく指示を出してないから、責任ないんだっていうふうにおっしゃいますけど、この忖度がもしあるとするならば、その忖度を生んでしまうような環境を作るのはやっぱり政治家の責任でしょうから、そこはやっぱり安倍さんも今後ちょっと考えてほしいところではありますよね。じゃあこれなこそだって2014年にできてまだ実験的な段階みたいなもんじゃないですか、まあ、走り始めてね、まあね、その前には官僚の人がね、全然なんか新しく大臣が来てもやりたい放題やってて、政治家を軽んじてる時もあった、軽んじて、まあ、どうせね、来た大臣も2年か3年で変わるんだろうから、俺たちは俺たちの組織があるぞっていうね、大臣に意地悪されとるなんて、そうですね、適当にあしらったりとかいじめたりとかっていう、いくら資料を追求しても出てこなかったりね、そういうこともあったわけだよね。半々にならんかのちょうどいいところ取る、難しいですね、無理か。まあでもこれやっぱし、それから、まあ、これに引き続きなんかこう見てたらメディアも引きずられてる感じもちょっとあって、ね、そうですね、ありますね、こういうことに関してね、はい、そのことももっと気になるところだし、これからどうなっていくのかも心配ですね。